そういうことが準備できるように。
いろんな何度も何度もいろんなことをしてて、あの身につけるとそういう話をしたら、こう来た時に彼は自然な反応をするんです。例えばさ、これこう、これこう言って、何か分かんないから、ね、一つありがとう。僕もまず四角に入るの。四角。ね、技に入っちゃったら先。立ったらやられちゃう。まず四角に来て僕が何もできませんよ状態。そう。それで、こういう状態になって初めて技だから。で、僕はこれ、技入って甘いとね、甘いとこういうふうに返ってきたり。だから必ず入った時に、そしたらこっちじゃ抜けないし、必ず何でもできません状態。そしてこうに入ったら、何もできないです。この辺考えてきたら、こっちを投げて、あの、で、こう来て、相手に来たら、この辺。ゆっくりこっちをしてやります。僕がやります。で、ゆっくりやりましたら、彼はそれに対して反応と自然な反応。そうそうそう。そういうふうにやりましょう。ちょっとね、ゆっくり。だから、鳥の人はゆっくりやる。ゆっくり。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくりやったら、受けの人は、はいはいはい、そうそうそう。じゃあ、こうね。こういう練習やりましょう。難しい。やったことないから。うまくいったら止まんない。彼、受ける人が、私引っ込むかかりって言って、じゃあ引っ込んでください。じゃあ引っ込んで、そうそう、ったらこう。そういう話でね。そういうふうにやりましょう。で、引っ込むと、押し出す。押し出すのは、こう押し出す。こう来たら、こう来たら、まあ、こういう、ちょっと、お互いにね、ちょっと、コミュニケーションを取って、引き込みますよ、押し出すよ。一番いけないのは、こう、ついちゃって、固まっちゃう。やらせないようにしてね、組んでくれ。これだったら、引っ込んできて、コミュニケーションをついちゃう。そういうふうな、まあ、お互いにかかるってね、ちょっと、もう少しだけ、何会社があんまりやらなくてやったんですよ、昔ね。他が乱れちゃう。みんな、お互いにこう、人やなっちゃうから、あんまりよくないから、あんまり、分かり合った部分の時は、会社でやってみようって言われたりとかあるんですけど、でも、すごい大事だと思うんですよ。なんかちょっとあれだったら、例えば、耳鳴りね、こう、パレットだと。耳鳴りね、これ、中心なと僕は分かってもこれで終わったし、これは外れて作れば、こう、耐える。後ろに、例えばこう来た時にこう入ってくるとこう取れるでしょ。いろんなこと
に踏み込んだから、こうやってやっちゃってる、パーッと開けちゃってる形になっちゃって、僕はやられちゃう。だから、いつも彼の資格で絶対彼できませんよ、何も。こういう状態、何もできない。まあ、これ、足を引いて蹴ってみるとかさ、またこの手を、こういうことか、いろいろ考えられない。それに対応して、それが分かってて、こういうとこ入ってくる。そして、パッてやってやると。いつも、そうは来てるけど、彼全部もらってるから。そういう話でした。ちょっとゆっくりやってね。飛びの人が、ちょっと中途半端。ああ、ちょっとここ弱いなっていうのは、店が教えたような仕事してるわけ。ああ、ここ、あんた来ちゃいますよ。ここ、入っちゃいますよ。いやいや、こうじゃないんですよ。来てもいいですよ。来たらやっちゃいますよ。そうです。そういうお互いになんていうのは、こう、競い合って、練り合ってるから、その稽古が一番ね、大事だ。ただ、立ち通りにこう、店員をきれいに取って、絡んで、投げられちゃってるのは、結構ならないから、その稽古はやっぱり、こう、入っていて、完璧じゃないところを、彼が教えてる。完璧じゃなくて、まずは負けへんがやったらこう入ってくる、そういうふうにやってもらったり、やったほうがいい。まあ、商談とかこのぐらいまでは、私は覚えていかないといけないけど、もう、完全にこう、ストアできてる、ストアできてるところでなんか、完全にこう、返しから来ない。だから早くやったら分かるなんて、ゆっくりお互いになって、ちょっと、みんなやると。で、彼が、僕が、鳥の人が、ちょっと、不十分だと思ったら、なんかやってください。で、こう、あれ？こう持ってきてなんかやるとか。それで、ちょっとやって、ゆっくりやる。ゆっくり。本当にこれ以上ゆっくりできないぐらい。こう入ってきて、こう来たら、まっすぐ入ってきて。もう入ってるもん。ゆっくり、ゆっくり。で、もし、そういうのが見えたら、打てる人がそういうのが見えたら、ちゃんと反撃。反撃。あらせまわし、教えてあげる。ゆっくり、見上げる。じゃあ、形だけで、ちょっと今話したんですけど、すごく会社は難しいから、形だけじゃ、いきたいです。じゃあ、今回、私、当面して、彼が来ますね。で、ずっと出てくれるのは僕がこう、こうして、入ってくるんで、この辺、正中線もずれて、先ほどは、こっちの後も入れるんで、自分の方ができるようになる。この手がこう離れたら、僕はこう、いつも腰が、いつも腰がこう入ってる。だから僕は何もできない。こういうふうになる。これが、今みたいに、こう入ってるよ、こう入ってる。こちらさんも入ってない、ない、ないのこれ。この辺いっぱい。
ぱり好きだらけやで、若い人がいつも自分が旧車探してるっていうのを覚えてないと、それ気が付いてないやってないと、何て言うか、いつもそういうものを身につけてるんだって、結局身につけてるんだっていうことを考えながら、ね、もう、あった、そうね、やられるんですね。だからちょっと切り身投げてないと、こっちの手だったら、じゃあ、小手返し、次、小手返しやると、小手返し。普通、小手返し、こうってね。で、これ、切ってから、ね、ここにいるとこ、ここ入るから、それから、ここで返ってきて、返してきても、ここまで来ても、僕はこう、ここでこう返してくると、こうなってる。それから、なんで、こう来て、こうやってくれば、こうなってるから、いろんなことができる、可能性ね、可能性ですよ。だから、やられてもいいように、やられてもいいように。やられてもいいように、こ本当はさ、この手伸ばさって嫌だから、僕はこう曲がってきたところを、彼はこう、だからやられちゃう。こうやって伸ばされて、伸ばされて、ね、嫌だよって、この手、僕の手嫌だから、こう持ってきたら、彼はこう、そしたら、やられちゃう。でも、彼がさ、この伸ばし方、なんていうの、うまく四角になければ、男もね、もらえちゃうね。なんか、相手落としみたいになっちゃう。それから、ちょっと痛いけど我慢して、ちょっと我慢してこうやってやれば、はい。なっちゃうね。だから、だから今度は小手返してね、今みたいに、いろんな想定して、いての人は、あとの人は、あとの人は、どっちか分かんない何しよう。お互いに相談して、ちょっとじゃあ小手返し、いろいろやってみましょう。一番簡単なの、一番簡単なの。これ伸ばしてこないで、もうこういうのが一番簡単なの、これ。こう来て、さあ、こう来るんだよね。それ自分が入っちゃうの。で、こう持ってくるんだよ。これ一番簡単。簡単。稽古して、多分、99% これ、引っかかっちゃうよ。みんないい調子になってもらって、これやっちゃって、自分がやらないつもりになってね、あんたってちょうだいって、スポーツしてこう、スポーツしてこう。これ一番簡単。一番簡単な技から、やった方がいいかもしれない。あんまこれまで考えないで、3人分だけど、最初はこれ、こう来たら、ほら、入ってきて。何にもしない。じゃあ、ギューってくるじゃないか。ギューってやって。これ曲げてきたの。こう、力入んねんけど。ちょっとしたいかもしれない。ギューってくるの。こういうふうにくるの。で、それをやらないためにどうするかって言ったら、これね、こっち入ってっちゃダメ。これ回って、向こう逃げられちゃうから。ここの場所をこう、これ。向こうしていっちゃう人は大体来る。ここだよ。ここそういう感じ。そうするとね、返せるんだよ。そうするとね、返せるんだよ。だいぶ手にいっちゃうから、ほんとここほら返す、これ線でもらってるから、だから線でもらいましょうって言ったの。
これこうやって、こうやって来たの、よいしょってやって、それから、ぐんと、来たのね。こうやって、こうやってやだな、だからこうなったら、こうやっていったら、こう抜けたら、こうやられちゃうよね。こうやって行ったときに、こう抜けてきたら、うまくやられちゃう。それから、こうやっていったら、いいよって、彼は向こうにいなくなっちゃったら、僕はやられちゃう。いなくなってこっちに人もらって、こうも来られちゃう。こう投げられちゃう。こうなっちゃう。だからその辺も、一気は先でやりましょうって。もう先で入ってんの。そうすると、彼は投げるんだ。これ、よいしょってやったら、こうやってやると、彼は投げるんだ。だから、先でもらわれたから、まあ、でもこっちがフレキシブルで受ける人がやらかって言うから当てるとできるでしょ。受けるとこがやらかパーッと抜けるよっても逆にもらう。そういうだその辺も一挙一挙もできる。まあ全部全ての技はそういう会社技があるから会社技想定してるから。バトル作るなんてね、お互いにやってるのはあんまり良くないんですよ。